はい、カパーチョコロカッパ園長です。じゃあこの動画ではね、小室圭さん、秋篠宮眞子様、まあ結婚問題ありますよね。うん、でそれがね、なんかこう悠仁さまに与える悪影響みたいな、どうやらなんだろうな、この悠仁さまがね、まあなんかその話の前後はちょっとわかんないんですけども、この紀子さま、お母さんにですね、まあ暴言を吐いてしまったと。うん、ただの、まあ、個人的にはですよ、ちょっと分かんないですけども、ただの反抗期じゃねって思うんですけども、なんかこうね、大問題だみたいな感じでね、この報じているマスコミがあったんで、ちょっとね見ていきましょうかね。婚約延期から3年余り、その間小室圭さんは2度にわたり文書を公表、眞子さまもお気持ちを表明されたものの、世間の理解は得られずじまい、もはや、離脱婚、皇籍離脱婚しかなさそうな気配だが、大いに懸念されるのは将来を担われる悠仁さまへの悪影響に他ならないと。独善に陥った青年が著した文書は巷で火に油を注いだ。慌てて解決金になる消火剤を持ち出したものの、早くも焼け石に水となりつつあると。もっとも小室さんが常人の思考回路から逸脱した言動を繰り出すのは毎度のことである。今回世間が驚き落胆したのは、一連のトラブルに内親王というお立場の眞子さまが大きく関与されていたという事実。解決が遠のけば、皇室家のご活動にも一層の支障が生じかねず、それは9月に15歳となられる悠仁さまとて無関係ではないと。改めて宮内庁担当記者が言う。文書が公表された翌日4月9日、皇嗣職を束ねる皇嗣職大夫が話し合いもせずに解決金を渡すことはしないという小室さん側の基本方針について眞子さまのご意向が大きかったと明かしました。また文書についていろいろな経緯があったことを理解してくださる方がいらっしゃればありがたいという眞子さまご自身の談話も紹介。皇族のお立場で民間人のトラブルに深く関わり、かつ一方の側に組みして相手方と向き合われていた実態が明るみに出てしまったと。従来皇室はいかなる時にも国民に寄り添い、思いを共有されることで敬愛の念を抱かれてきた。それは皇室の長たる天皇陛下が国民の中に入っていく皇室を目指したいとのご意思を、広宮であられた昭和時代より繰り返し口にされてきたことからも、明らかである。ところが眞子さまは、いまだ婚約内定者でしかない小室さんのため、彼の恩人でもある男性への攻撃にコミットなさってしまった。まさしく前代未聞の不祥事であるが、その期するところはやはり近代皇室において例のないフィナーレになりつつあるという。お二人の気持ちはもはや止められず、いかに小室文書への批判が高まろうとも、結婚ありきの流れは変わりそうにありません。で、まあ、宮内庁関係者の方がね、そう言ってるんですけども、我々の本音はこれ以上、両陛下や上皇ご夫妻はじめ、皇室がダメージを受けないよう、トラブルは早く片付けたいというもの。それは中身はさておき、長官や皇嗣職大夫が小室さんの文書に一定の評価を与えたことからも明白ですと。言い換えれば、宮内庁はトラブルに巻き込まれるどころか、積極的に介入なさって当事者となられた眞子さまに、ご結婚による皇籍離脱を促していると。へえ。で、将来のリスクを減らすために、最も秋篠宮家の事情を知る関係者によれば、秋篠宮関係者ですかね、昨年11月のお誕生日会見で秋篠宮殿下は2人の結婚を認めるとしながらも、結婚と婚約とは別とはっきり口にされました。このお考えは今も一貫しておられ、令和の両陛下をお伝えする皇嗣家の長として、殿下には皇族としての娘の結婚を認めるお気持ちは全くありません。小室圭さんは今回文書公表わずか4日後に解決金を支払うと言い出したが、殿下は落胆されても彼に求めても仕方がないと、諦めに近い思いを抱かれたと聞き及びました。多くの人が納得する状況には至っておらず、納采の儀をはじめ皇族としての儀式を執り行うわけにはいかない。またそのハードルを下げる必要もない。でなければ今度は殿下が世の批判を浴びることにもなりかねないからだと。となれば眞子さまにはまず皇籍を離脱され民間人になり、しかるのちに小室さんと添い遂げるといった道しか残されていないのではないかと。ん？結婚しないっていう、そっか、2人はですよね。なるほど。
で、こうした形での女性皇族のご結婚は少なくとも明治以降では初めてのケースになる。眞子さまはいわば追い出される格好になり、皇室や宮内庁からすれば無論本意ではない。それでもこの問題を抱え続ければ続けるほど皇室に対する国民感情は大いに毀損される。その影響は計り知れないが、事実上追放による離脱婚であっても、1億4000万もの一時金は支払われますから、小室さん側としても大きな目的は達成できるわけです。宮内庁関係者が言ってるんですね。将来を覆いつつあるリスクは速やかに、損切りせざるを得ないというのだ。宮内庁 OB で皇室ジャーナリストの山下さんも、皇室は公平でなければならない。その点で現在の眞子内親王殿下のお振る舞いは皇族として望ましいお姿ではない。一方で小室家に嫁ごうとされているお方ですから、この問題については当事者という意識も強くお持ちでしょう。皇族としてのお立場と、私的な当事者としてのお立場を比べた場合、皇よりも私が勝ってしまうのは仕方がないのかもしれませんとしながらも、皇室と国民とは、信頼関係で結びついている。現在の眞子内親王殿下のお振る舞いはそれを崩しかねませんが、その影響を将来にわたってできるだけ少なくすることを考える時期にもう来ていますと。なるほど。で、何より懸念されるのは将来のお世継ぎである悠仁さまへの影響。まあなんかこの宮廷でこの紀子妃殿下に対してっていうことらしいんですけども、中学3年生に進級されたこの悠仁さまが4月8日から学校が始まり元気に登校されている。春休み中はもっぱら学校の課題をこなしつつ宮廷の畑で農作業に精を出されていた。へえ。悠仁さまは1年を通じて作物栽培を続けられ、これまでもトマト、ナス、キャベツ、大根などを育て、皇嗣職の職員にお裾分けなさっていると。へえ。現在通学中のお茶の水女子大附属中は高校から女子校になるため、悠仁さまは来年から別の高校に進まれることになる。かねて紀子妃殿下は悠仁さまを東大に進ませたいとご希望されており、そのため進学先はお茶の水と提携制度のある筑波大附属校と見られていました。一方で農業への関心が高い悠仁さまは、一昨年の秋には殿下と一緒に東京世田谷の農大一高の文化祭を訪ねられている。殿下も将来はその方面に進んでほしいとお考えです。まあなんかね、秋篠宮関係者っていう人が言ってるんですよね。健やかなご成長ぶりが伺えるが、この間決して平穏な生活が続いていたわけではない。というのも、悠仁さまが小学校5年生の時、小室家の金銭トラブルが発覚。以来お住まいは非常事態に突入し、小室さんや母親の佳代さんが説明のため慌ただしく出入りすることもあった。時には秋篠宮様と紀子様が解決策への方針をめぐり激しい言い合いをなさる場面もあったといい、眞子様はご両親と会話を交わされなくなり、ご家庭内は険悪なムードに。姉に寄り添い結婚を応援する談話を公表された佳子様がバッシングを受けたこともありました。多感なお年頃だった悠仁さまは小室問題に端を発した不和の数々を目の当たりにしてされてきたと。こうした情景の刷り込みは帝王教育において望ましいはずはなく、何より今週は将来の進路を決める重大な時期。その最中、眞子様の問題がなお重い影を落としているのだとしたら由々しき事態だと。悠仁さまのお振る舞いには最近気になるところがあると。これがまあなんか反抗期っぽいところなのかな。そう明かすのは先の宮内庁関係者。これまで紀子様とご一緒のお出ましで悠仁様が突然お一人で歩き出され、紀子様が慌てられる場面があったことから第二次反抗期かなとなどと報じられてきたのだが、最近も宮廷で、紀子様が職員らと話をされていた際ちょっとした言い間違いをなさったんですが、それを横でお聞きになっていた悠仁様が強い言葉で、紀子様をメンバーなさったのですと。で、周囲に人がいたこともあり、紀子様は悠仁様のお振る舞いをたしなめることもままなりませんでした。あるいは成長期の御身に過重なストレスがのしかかっているのだろうか。精神科医の方が言うには、一般的に緊張感の漂う家庭で育った方は成人後精神的に不安定になりやすい傾向がある。悠仁様がそうした環境で思春期を過ごされるのだとすれば、情緒不安定になられる恐れも否定できませんと。
で、悠仁様からすればこれまでご自身に笑顔で接してこられた紀子様と眞子様の仲がとげとげしくなられるのをご覧になり、女性はここまで険悪になるのかと、将来的に結婚や恋愛に不安を感じられる可能性はあります。へえ、なるほどな。それは家庭を持った時、妻と娘、あるいは妻と母との関係はこうなるかもしれないという不安です。したがってご結婚相手を選ばれる際、過度に消極的になられてしまう恐れも十分あります。で、皇室ジャーナリストの人がね、問題が浮き彫りになった以上、未来の天皇陛下となられる悠仁様に、小室さんが何らかの影響を与えると立場と、与える立場となるのはよろしくありません。今回は宮内庁をはじめ皇室全体の意識の甘さが露呈してしまいました。天皇陛下や皇室はどうあるべきかというテーマをしっかり考え、未来のお世継ぎをお育てしていかなければなりません。その時期を逸すれば取り返しのつかない事態となるに相違ないみたいなね、まあそんなこと言ってるんですけれども、まあ普通に、なんだろう、悠仁様云々のところはただの反抗期じゃないですかね。うん。でまあなんか、ね、小室圭さん、眞子様ですけども、まあ数々の疑惑を丁寧に解決するべきだと思うんですが、まあそれはもうなんか伝わらなさそうですよね。そんなつもりもなさそうなんで、まあ皇室の皇室大事、まあ当たり前ですけどもね、うん、とするならばね、うん、だってもう答え出てるじゃないですか。破談一択ですよね。うん、答えはまあ関係者も分かっているはずなんですけども、なんかよく分かんないですけど抗おうとするからね、不自然なね書き方内容になるんですよね。うん、みたいなところだらけじゃないですか、いつもね、このマスコミが発表するね。うん。まあ個人的にはね、前も言いましたけども、こういったさまざまなこのね、皇室の、だから秋篠宮家の、まあ、状況をね、記事として国民、我々にこのね、この伝える、それも結構なんですけど、その前にね、現時点で、例えば遺族年金のこの詐取問題ですよね、うん、これを徹底追及すべきなんじゃないですかね、白なのか黒なのか、はっきりさせるのが、まあ僕個人的には一番そこをはっきりさせるべきだと思いますし、そもそもが犯罪なのにね、なぜ当局が動かないのかね、うん、そこが不思議ですよね。それとも内密に動いて調査は進んでいるんでしょうかね。ちょっとわかんないです、専門家じゃないんでね。ちょっと時間が随分かかってるんじゃないのかなって気がするんですけど、まずはそこを明らかにすべきなんじゃないんでしょうかね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。